立憲民主党森友子ら物価上昇に爆笑。日本テレビのニュースエブリーの中で立憲民主党の森友子さんと寄山隆一さん、菊田真紀子さんらがカップラーメンが100円だったのに150円になってどうしてくるんですかって言われた。岸田に行って。それが岸田インフレだって、などと笑いながら話していたことが確認されてしまいました。 こちら、選挙の候補者や国会議員にこのような意見が寄せられているのであれば、岸田首相に言えではなくて、私たちが国会に届けますと答えるべきではないでしょうか。国民の代表たる国会議員としての職責を放棄しているように見えてしまいます。国民の皆様、このような国会議員としては不適格な方々に絶対に投票しないようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。